あとこれはねランチでちょっと友達と軽くランチしたので、うんうん、外食行っちゃって、これはグルテン食べちゃいましたね。あ、これはそうなんですか。ああやってグルテン取った日ってやっぱ調子悪いんですか、翌日ちょっとねむくむんですよね。うん、外食とかってちょっと気がめいっちゃうときないですか、うん、なんか罪悪感もあるしみたいな。あ、うんうん、それはなくて、そう、それやっちゃうと人生楽しくないから、うん、なるほど。そう、あと冷蔵庫になんかいつもこういうのを用意しておいて、ちょっと軽く茹でてやつね、でお腹小腹が空いたらつまむ感じ。でも間食用なんだ、はい、人ポテトチップス食べてる場合じゃないよ。美味しいよ。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。前回初出演していただいたのがボディメイクのトレーナーを務める藤井美和子さん。その実力は、すごい。あ、すごい。これミシェルの目から見てもすごいんじゃない。すごい、ね、どうやって。楽しそうです。あ、簡単すぎみたい。すごい、すごいよ。わあ、細い。そんな彼女のインスタグラムではボディメイクや日本美術協会の案内をしています。アラフィフになってもまだまだ美しくありたい方、ぜひ覗いてみてください。今回のテーマはこちらです。体へのいたわり飯。イエーイ。今回はですね、日頃皆さんが体を気遣って食べている料理、飲み物などを教えてください。まずは美和子さん、あなたの体へのいたわり飯教えてください。私、はい、なんか自分の食生活って普通だと思ってるんですけど、はい、だから何を気を使ってるんですかって言われて、 あんまり分かんなかったんですよね。はい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 。そう、だからとりあえずなんか食べてるものを数日間、はい、うん、はい、はい、ありがとうございます。もうめちゃくちゃ興味ある。うん、絶対だってもう無意識のうちに体にいいことやってるに決まってるんだもん。シドニーさんメモっといた方がいいよ、本当に。シドニーさんのと比較したいけど、うん、今日時間ないから、ね、ちょっと見守るぞ。はいはい、じゃあお願いします。あー、きれい。具だくさん味噌汁ですね。豚汁っぽいのかな。ああ、はい、甘酒。これ朝食ですね。そうそうそう、これだいたい定番の朝食ですね。甘酒、ちなみにこちらの甘酒、材料は米麹と水だけ。ヨーグルトメーカーを使い、自家製のものだそうです。さすがです。あ、これは何ですか。プロテインっぽい。プロテイン、そう、プロテインね、あのレッスン中なんでお昼はね、軽くプロテインです。軽くプロテインなんですね。そんなバナナ風味って書いてる。あ、これが完食ですかね。そう、あのプルーもいいと思うんですけど、最近私デーツですね。あ、デーツですね。デーツ、ナッツ、うん、あ、そう、スイーツ食べないけど甘いものっていう意味で、うん、結構さつまいもとか、あと干し芋とかね、結構食べますね、大好きなんで。あと冷蔵庫になんかいつもこういうのを用意しておいて、ちょっと軽く茹でたやつね、でお腹小腹が空いたらつまむ感じ。でも間食用なんだ。そう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 、間食用にいつも冷蔵庫に入れとく野菜。ひとりさん、ポテトチップス食べてる場合じゃないよ。これお腹空いたらこれポリポリ食べてりゃいいんだよ。そう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 。ポテトチップスの代わりにこれ食ってたらかなり痩せると思いますよ、これ。アスパラ切ったらボリ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 食べてたら意外と健康的になるんじゃない。ああ、これは万能夕ご飯です
ったね。そうですね。そう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 。あのサラダ、具だくさんサラダが結構メインになるんですけど、ワンプレート。海藻系も大体入れますね。ひじき、ひじきと。いいです。あと味噌汁。はい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 。やっぱりなんか味噌汁が具だくさんなんだな。そうですね。必ず、何種類も入れますね。これ意外と朝から味噌汁はなんかしっかりとってみたいな感じ。そうそうなんですよ。そう、そこで結構栄養取りたいんで、はい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 、であと果物も必ず朝食べますね。朝はバナナ。そう、何かしら食べますけど、あとこれはねランチでちょっと友達と軽くランチしたので、うんうん、外食行っちゃって、これはグルテン食べちゃいましたね。あ、これはそうなんですか。これグルテンちょっと取っちゃった取っちゃいました。そう、取っちゃったバージョンですね。あ、これもそうだ、取っちゃった。そうなんですか。でもね、さん、ちなみにみやこさんがああやってグルテン取った日ってやっぱ調子悪いんですか、翌日。ちょっとねむくむんですよね。うわー、そうなんだ。うん、じゃあ外食とかってちょっと気がめいっちゃう時ないですか、なんか罪悪感もあるしみたいな。あ、それはなくて、そう、それやっちゃうと人生楽しくないから、うん、なるほど。そう、そこはもう本当に楽しく、楽しくて、美味しいって、思って食べる。外出て人に会って食べることに対して前向きでってことなんですね。そう、なんかね、ダイエットで一番良くないのが、罪悪感持って食べることなんですよ。あー。そう。それが一番良くない。もう消化吸収悪くなっちゃうんで、脳と腸つながってるからね。だから絶対、もうこれ食べるときは食べる、もう美味しいと思って食べる。いやいや、やってるとダメな感じになる。そう、ダメです、ダメです。ダメなんです、ね。あ、これ夕飯ですね。そうそうそう、うん、青魚結構食べますね。うん、やっぱりでも具だくさんだな。具だくさんですね。海藻入れてちょっとね、なんか、超絶ヘルシーな感じだよな。これオートミールのお粥みたいな、おじやみたいなね。美味しそう。そう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 。あ、ケール。ね、結構ランチでグルテン取っちゃった日は、スムージーとかで調整してこう出すように、食物繊維で。そうなんだ。ってしてますね。じゃあさっき の、 あのランチつながりの翌朝は うん、これを食べちゃう。そう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 。3日間ぐらいでこう戻すっていう。ああ、そうなんだ。あ、これはアボカドです、ね。これアボカドはもう大好きで、アボカドはもう常備野菜っていうか果物か。そう、もう本当あのレモンと塩とかレモンと醤油とかでこうやって食べますね、完食に。これお醤油なんですね。そう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 。いや、僕とか前番組に出てたテレサさんっていう方がいらっしゃって、テレサさんが、はい、めんつゆでアボカドと納豆を入れて、これがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。美味しそう。美味しそう。やってみます。めんつゆとアボカド、めちゃくちゃ相性良くて。合いそうですね。納豆と組み合わせて、僕はそこにトマトも入れてみたいなんで、よく食べて。めちゃくちゃ合い。これはミシルにもおすすめ。やってみよう。あ、すごい美味しそうだな。具だくさんサラダね。なんか色合い的にも素敵な感じな。ロールキャベツ。あ、ロールキャベツ。そう、しらす、もらったんで。うわ、やっぱ揚げ物一切ないですね、本当に。脂っこいもの一切ないですね。ミシェルさんどうでした？全部美味しそうですね。私もあのビーガンなんですけれども、そんな厳しくないから、友達と食べたら、まあ肉 100% 食べないんですけれども、それ以外なんか、食べてもちょっとだけ大丈夫なんで、と魚も多分2ヶ月に1回ぐらい食べますね。あ、そうなの。魚だけ。魚だけ。はい。
じゃあ割とこう美和子さんのは共感できる感じ。ああ、ね、そうですね。はい。よかった。で、問題のシドニーさんはどうでした、シドニーさん。あれが日々の生活ですって。アナさん、来てください。美容院、Thank you。 はい、はい。美和子さん、すごく素晴らしいよ。いいね。はい。美和子先生、もしダイエットしたい、食べ物、2日、3日の日、食べ物しない、水だけ飲む。どうですか？ああ、ダメ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 、それはもう私はおすすめしないですね。ああ、いやいやいや、私、やっぱこれは良くないんだよね。無理してないんですよね。ダメダメ。それ良くないんでしょうね。代謝落とすよね、ちゃんとやっぱり栄養取らないと。貧血になったりするとね、本当に体も悪いので、女性は特に。しのりさん、どうなんですか？でもね、さっき写真見たとき、ちょっと痩せたときあったじゃないですか、2ヶ月前ぐらい。はい。リバウンドしてるんですか？リバウンドしましたよ。やばそうなんだ。日本の食べ物美味しいよ。エビセ。それは太るよ。大好き。なんかアスパラ、アスパラ、今日からアスパラ。あれさ、あれ取り入れだったらいい、はい、食べますよ、はい、チップス終わったから、チップス終わったから、うん、カッパエビセンと形似てるじゃん、同じような感じじゃん。あれボリ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 食ってりゃいいんだよ。そうそう、あれ冷蔵庫に入れといて。最後のエビセンだと思ってさ、それ。はい、最後は、はい。最後は、捨てねえって、あっち行けって。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、では、ミシェルさん、あなたの体へのいたわり飯、教えてください。ココナッツオイルですね。最初はダイエットのためじゃなかったんですけれども、歯のためでした。はい、歯のため、白くなる、ホワイトニングになるとかっていうこと、ホワイトニングと、虫歯にならないように。はい、初めて聞いた。はい、そうなんですか。はい、確かに白っぽいもんね、もともとのココナッツオイルのやつってね。それでなんか綺麗になるんだ、歯の健康のために塗って、そのままちょっと待ってて。おう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 、はい。あ、本当、そんな感じで。やった、美和子さんがって言ってるのがようやく出てきて。やったね。なんか美和子さんの話全部、うんうんって知ってる前提だからさ、ようやく来たなと思って。知らない情報来た。知らなかった。やりました。さすがミシェルズ、いい情報持ってるな。すごい。ああ、そう。はい。実際どうやって食べたり利用してるんですか、それは。オリーブオイルとココナッツオイル、焼くの温度高くできます。高くにいっても栄養とかなくならないんですね。ああ、そうなんだ。もう本当に調理用油、サラダ油代わりにもうココナッツオイル使っちゃってみたいな感じなの。はい、動画あるんですけれども、はい、オリーブオイルは使うけど、ココナッツオイルってあんまり普段使わないよな。こちら、バナナブレッドですね。ああ、バナナ、はい、3本結構いくね。3本、そうですね。はい、オートミール、オートミール入れて、はい。ブラックシュガー、豆乳入れて、ココナッツオイル入れて、結構入れたね。そう、はい、はい、はい、ココナッツオイルのはシナモンロール、なんかバター入れるレシピに使えますね。あー、はい、オーブンで焼いちゃうんだ。うん、おーほ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 ー、美味しそう。
ね、健康的な感じですね、やっぱりすごい。美味しそう。そう、こちら砂糖入れなくても大丈夫と思いますが、その通り友達がめっちゃ甘いものが好きだったから、ちょっと砂糖入れました。みわこさん食いついてましたけど、いいなと思って、美味しそうだしヘルシー。そうですよね。でもみわこさんが大好きなバナナもたっぷり入ってたんで。ね、入ってた。3本使うんだね。いやもうとりあえずプロテインもバナナだったし、みわこさんはバナナ好きっていうイメージが。好きです。好き。はい。あれでもいっぱい入ってて。かたやシロニさんほぼノーリアクションでしたけど、大丈夫疲れましたか？Google で勉強しました。バナナブレッドダメですよ。炭水化物。ああそっか、そうですね。炭水化物は1スライス43g。入ってるんだ。そこが引っかかってたんだ、シロニさん的には。いろいろあるね。いやいや、それは、いいんじゃない。じゃあこの番組皆さん勉強しますよ。はい、みんな勉強してね。ただ結論的には個人に合うかどうか試してみないとわからないっていうのが、はい、くれぐれも言っときますけど、そうですね、推奨はしません、こういう人もいますよっていうね。本当にね、鵜呑みにされても俺も困っちゃうから、あくまでその人の体質ね、合う合わないがあると思うんでね。はい、でもね、参考になっていただければ、はい、何よりでございます。はい、ミシェルさんありがとうございます。はい、シロニーさん、あなたの体へのいたわり飯教えてください。毎朝時々コーヒー飲む、うんうん、でも実は、一番飲むお茶ですよ。いいね、お茶飲むんだ。はい、昔の俳優さん、ポール・ニューマン、知ってますか？知ってますね。彼は、彼の会社、お茶作るとか、油作るとか、いろいろ食べ物商品作る。そうすると、一番好き、ポール・ニューマンお茶。シナモン。シナモンティー、シナモンティーバッグみたいなやつなんだ。アメリカ人はもし買い物、食べ物買うの時、たくさん気持ちがボランティア、例えばポーヌメの商品、100% は 100% プロフィット、 100% お金チャリティーあげる。ホームレスピープル、女性グループとか、いろいろ子供のグループとか、美容院とか、100% だったらよく買いますよ。なるほど。はい、気持ち感じよ。もちろんお茶おいしいですけれども、でも、すごく気持ちいい、もし買ったら。それはオーガニックですね。はい、オーガニック。はい。でもパンヌメンはたくさんいろいろ商品、オーガニック、普通のお茶、ココナッツオイルとか、いろいろ商品、はい。体にもいいし、社会にもいいことをやってるわけですね。はい。そういうことでいいかな。なんかコマーシャルみたいでね、お金一銭ももらってないけどね、なんかコマーシャルっぽくなって、いいことやってる、ポルニューマンのお茶っていいですね。はい、ありがとうございます。